法官庁は、中華民国、満州国の政治家、外交官。北京政府、直令派、法天派の政治家で、後に、満州国に参加した。旧名は、慶元。字は、関春。国立北洋大学法科を卒業。全国演習事務所秘書を経て、直令派の将軍連、いつとむの下で総参議を務めた。法天派の調査人が入管してくると、 方官長は超廃下に展示、航空所参事に任せられた。ところが、方官長は飛行機購入費用をめぐる汚職事件を引き起こしたため、町の命令で逮捕されてしまう。間もなく、悟卒を買収して逃亡した。1927年、上海電話局局長となっている。その後、方官長は再び北方に戻り、次第に日本軍との結びつきを強めていく。 1932年に満州国が建国されると、ハルビン市長に起用される。同年8月8日、満州国中日代表に任命され、翌1933年4月に、中日満州国代表公所が、中日満州国公主館に改められるまで在職した。1935年5月22日、モスクワの満州国総領事官総領事に起用される。 1937年12月に中華民国臨時政府が成立すると、法官庁は同政府顧問として招聘された。翌1938年6月に臨時政府と中華民国維新政府が合流するための連絡機関が上海に設置されると、アワビが上海駐在連絡員に任命され、合流事務を主導した。日本敗北後は天津へ逃げ込み、 さらに故郷の人口に隠れ住んだ中華人民共和国成立後は香港へ逃亡している1975年頃に死去。ありがとうございます。